曲家のベルディは閲覧の。なんだおめえ、あれ持ってるか。さあではストーリー進めていきましょう。仲間でたっぷり千早です。文句はないだろう。よろしくお願いします。おいよ、おめえは字が読めないのか。うん、いいよ。ここでまた。結局一つしかサイドクエストはクリアできませんでしたね。いらっしゃいませ。ほら、チケットだ。毎度あり、取っていいぞ。お客さん、このツアーのルール説明だ。この先何が起きても故障なし、帰ってこれなくても恨みっこなしだ。本当に怪しいな。新宅のエリア。この工業地帯の中枢には神が作った機械がある。敵か、ほっぷりたいな。おお、よかった、雷弱点だった。ファイヤーでもよかったんだね。サンダラの方がいいのかな。さあ、いや、あ、強いな。エプロテバイ、あ、倒せた。オッケーオッケー。ラジアル軸樹、ラジアル軸樹。この世界で唯一稼働している神の機械です。接触できるか。無理でしょうね。ん、ファルシの施設は宮殿よりも厳重に守られてます。まだファルシの施設残ってるんだな。様々な物資を。今度は2体か。デプロテいけ。オッケー、この戦い方が良さそうだね。サンダラで、あー、オッケー、デプロテ打って戦ってシャッと倒すか。これが安定だな。こっちでいいのかなと。お、食らっちまった。デズモ、デズデモーナ。うう、あ、切れてる。ガード。デシェルデプロテバイガードサンダラガードスパークブローガード時は止まらない。ガードガードめんどくせえこいつ。古き呪いを断つ。バイオデプロテガードサンダーサンダラ撃て撃て。うー、こいつめんどくせえ。エーテルコイルよく燃えるんだね。おー、ついた。あそこにあったんだね。うう、嘘みたいな夜景ですね。世界中エネルギー不足でユスナーンも例外ではないのに。虚栄だな。きらめきの都であり続けるため無理をしているのだろう。ファルシは食料その他の物資を毎日大量に生み出しています。まるで無から有を生み出しているかのようですが、どうやらカオスを原材に物資を作り出しているようです。カオスからか。無から言うっていうから、お、ファルシあるじゃんと思ったけど、やっぱファルシダメなやつだな。いいファルシもいるけどね、いたけどね。となると私たちはカオスから作られた食料を食べているのか。そうなりますね。そっか、そういうことになるのか。ファルシが作った食料を取らず、死を思うがいい。
コプリ隊だったら楽に倒せるな。でも全然グローリーポイントたまんねえや。人間はカオスを取り入れて生きている。だから多少も取らないのかな。ここで仕分けを済ませてから。しんどかったけどなんとかここまでたどり着いたぜ。あとはこの先のレールを進んでいけばいよいよ最高のシーンがお待ちかねかな。食料や資源を生産できるカルシはこのユスナーンにしか限定。いらっしゃい。お、雑貨屋ゴールドマイン。勇者の飛躍欲しいけどお金がないです。大使のスノーがその気になれば物資を独占する支配者になれる。この降下帯に行けば新宅のエリアです。ダイブさん、市街地に視界発生。このまま行けば巻き込まれる可能性があります。それでも進むだけだろう。世界の終わりの宴が始まってしまう。ソルジャータイプ危険です。どんどん視界が発生してます。なんだろう、人々が宴に集まるほどカオスが強まっている。あり得るな。世界の滅亡を受け入れて宴に集った人の心、人々の絶望がカオスの。うん、人々の絶望カオスっぽいよね。中二臭くて。何してんのお姉ちゃん。こんなところで遊んでていいの？見えたでしょ？街が視界で覆われちゃうよ。ルミナ、宴の余興みたいに湧いて街を蝕む大きな視界、ユスナーンの名物ね。ほら見てよ、視界がみんな飲み込んじゃう。解放者様が何とかしなきゃ。宮殿にこもって何にもしない大使の代わりにね。スノーは何をしてる？何にも。街はほったらかし、部屋から出るのも億劫みたい。世界の終わりをぼんやり待ってる生きる屍ってところね。ねえ、分かってる？スノーがああなっちゃったのは死んだ恋人のせいなんだよ。セラのせいだと？そうそう、ライトニングの妹。スノーはね、セラに囚われてるんだよ。何百年も前に死んだセラのことを思って思って思い続けたから、心が疲れてすり減って全部虚しくなってしまった。お姉ちゃん、もうスノーを解放してあげたら？鬱陶しい死人の思い出から解放してあげなよ。だってスノーを救えるのは全ての終わりだけなんだから。ルミナ煽り上手ですね。2ちゃんでも生きていけそうな感じだな。1個ポーション使っときますか。コンボを使った攻撃をタイミングよくガード、物理攻撃、攻撃の間、攻撃の後スキッカー、片足立ち中だと効果、ノックアウト中に物理攻撃を加える。了解。基本的に物理攻撃で攻めなきゃいけないですね。カオスに涙を流す。お、結構食らってるね、サンダーがね。来たぞ。だったのか。生まれた場所に戻れ。
とりあえずサンダル打っとくか。ジャガン踏んで火力が上がったのかな。あぶねえ、それでもいいダメージ入ったの今560。戦う、あ時短だ。サンダラ、あ、よく見たらあれなってますね。ちょい強い強い、食らっちまった。食らっちゃいけないであろうやつを戦え。タイミングが悪いんだよな。オッケー、でも倒した、強かった。マグネ、マグネ。お前最後に言いたいことは？ああそう、どうせ死んでしまうのだから、せめて華々しく散りたいのね。大丈夫、私は無事だ。倉庫街に落ちた。どこへ向かえばいい？おそらく新宅のエリアの近辺でしょうね。早く倉庫街を抜け出してください。何かあったのか？ユスダン全体でカオスの反動が増えてます。何が起こるか分かりません。宮殿に急いでください。